こんにちは、エムズヘアメイクアップの松本恵理子です。今回は夏もそこだということで、日焼け止めのおすすめを紹介したいなと思うんですけれども、私結構本当に日焼け止めめちゃくちゃいろいろ使っていて、結構質感とかに好みがあるんですよ。なので私の好みの結構レビューにはなってしまうんですけれども、皆さんも参考になったら嬉しいなと思うのでぜひご覧ください。まずおすすめ商品を3つ、あとちょっと私はあんまり好きじゃないよっていうのを2つ紹介していきたいなと思うんですけども、まず3つの中の1つ、こちらです。じゃん。はい、これねニベアの UV ウォータージェルなんですけど、なんかこれ田中みな実さんがなんかこれ私持ち歩いてるよみたいな風に言ってる動画があって、でこれ CM をやってるんだけど、本当に自分でも使ってていいと思ってるから持ち歩いてるよって言って、で私多分ねあらゆる日焼け止め1回試してるんですよ。なんだかんだ絶対使うから毎日毎日やるし、だから使ってるんですけど、これはねすっごいみずみずしくて、ちょっと出すんだこうやって本当に乳液系でみずみずしくて、で伸ばした時に白く全然ならないし、なんだったらすっごい気持ちいいんですよこれ。でなんかちょっと夏でちょっと涼みたいとかも塗りたくなっちゃうし、もう水分量がすっごい上がった感じがするこれ。なのでめちゃくちゃね、なんか塗り直したい。これ結局日焼け止めって1回塗ってもほら成分なくなっちゃうから塗り直さなきゃいけないっていう商品なんだけど、塗り直すのが私は本当にめんどくさくて嫌になっちゃうけど、これだったらなんかねまた塗りたいなって思う。なんかそれこそボディクリームみたいな感覚で塗りたくなっちゃうんで、これがすごくね気に入ってます。これも SPF50+ だし、これ 4PA4+、 ここ全部入ってるんで、すごい強さはあるし、かつ塗りやすい。これはね顔体用なんだけど、私は体に塗ります。でも本当にもちもちだし、なんかね油っぽいなんかぬるぬる感みたいなのもないんで、すっごくおすすめです。これのチューブ型があって、今年今それを買ってみて、それも使ってみてるんですけど、今のところこれがすごく好きなんでこれ押してます。はい、次に、これはね結構プチプラで皆さん買いやすいと思うんですけども、もうこのねアルミオンさんのこれスーパー UV カットインテンスコンセントレートデクリーム、これはもう私の動画でも何度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 も出てると思うんですけど、ベースはもう本当にこれ保湿力が本当に良くて、これメイクアップベースなのでメイクアップベースとして使ってるんですけど、日焼け止め効果もめちゃくちゃ高いのでこれ使ってて、貴族の日焼け止めって呼ばれてるで、ねこれも本当にクリームがすっごく伸びやすくて、私で一番気にしてるのが使った時に変な白さとか変な油っぽさみたいなの出るのも好きじゃないので、これは塗ってても日焼け止め塗ってる感が本当にないし、保湿力が多分さっきここで塗ったよりももう本当に高いですよ。これを使っといてからやっぱりファンデーションを使っとけば乾燥も本当にしないし、めちゃくちゃね化粧のりもいいので、一回使ってみたらちょっとあまりにも良くて、もうずっとリピートしてます。自分も使ってますし、なんか母とかにプレゼントとかにしたことあるし、これはもう絶対いい。でもこれは顔用もったいない、1枚以上するからもったいないから顔用だけど、もう夏も冬も関係なく私はもうずっとこれです。なのでめちゃくちゃおすすめすぎて、これはちょっと入れないわけにはいかなかったので、アルミオンさんの商品を推してます。でこれもそう SPF50+ だし、4PA4+ も全部あるので、日焼け止め成分としては完璧なのでめちゃくちゃいいと思ってます。はい、最後にこれ今年これペスカさんって、私ファンデーションとかね皆さんにおすすめしたりとかしてるんですけど、ペスカさんのこの UV ジェル、これ新しくなったらしいんですけど、これがちょっとお試しで使ってみてくださいって言ってくださって、使ってみたところあまりにも良くて、今回ちょっと入れちゃいました。あまりにも良くて、これは顔も、体もどっちも使えるんですけど、これでね、最初のやつにちょっと近いようなクリーム状なんだけど、このアルビオンよりは軽めじゃないなんだけど、伸ばした時の感じがちょっとねアルビオンさんのほどもちもちじゃないんだけど、それと同等な保湿感があって、でペスカさんって私の会長さんと社長さんともしっかり話してるんで、
なんかめちゃくちゃもうこういう商品なんだっていうの知っちゃってるんですけど、本当に全部美容成分で作ってるっていうか、いい成分しか使いたくない、本人たちが使いたいものしか使いたくないっていう、もうなんかすごい気持ちわかるっていう商品作りしてるんで、これ本当に肌に悪いことものが全く入ってない上に、これね石鹸で落とせるんですよ。このね、この人たちも石鹸に多分落とせるっていう売りをしてると思うんですよ。今って結構そういうものが多いから。でも、まあ、そんな絶対に信用っていうのが、まあ、こっちは夏は信用してる、まあ、でも体に塗るんで、まあ、ボディーソープで洗うって感じだけど、これは本当に絶対その石鹸で落ちますっていうのをめちゃくちゃ押してて、クレンジングとか専用のクレンジングとか何かこう落とさなきゃっていう風にしなくても絶対落ちるっていうのもすごく良さだし、あとあの化粧の上からつけられる、これって多分これとかもできるよって言うんだと思うんだけど、私的にはちょっと重すぎる。これを化粧の上に、まあ、ね、結局日焼け止めもう再度塗らなきゃいけないわけじゃないですか、顔も。でもしなった時にこれはなんかね水分量多いし、なんかぬるぬるしすぎないんで、その上から塗っても塗りやすいなってめちゃくちゃ思っていいなと思ってます。顔はこれからちょっと夏はこっちちょっと重すぎたらこっちやってみようかなと思ってるんですけど、これぐらいの保湿力美容成分あったのですごい多分保湿力すごい高いなと思うし、あのフェスカのファンデーションとも相性めっちゃ合うっていうんで私使ってるんで、それもめちゃくちゃいいし、でも体はやっぱり、ね、塗りたくなっちゃう。あの保湿力めちゃくちゃいいから、なんだろう、ハンドクリームとしてもいいっていうか、なんか本当にね良さ詰まってんなと思います。はい、今お気に入りね3つちょっと紹介したんですけども、次に絶対カーナじゃないんですよ、絶対ダメじゃないんですよ。ぶっちゃけ絶対ダメのやつは多分除外の除外してるから、なんだけど私的にどうしても合わないというかっていう商品を2つ紹介したいなと思います。まずね、皆さんもご存知アネッサさんのこのパーフェクト UV スキンケアミルク、実はこれ私は持ってます持ってますし絶対常備してます。でも使うのは本当に海とか行くとか本当にプールとかで落としたくない時のみっていうのが、まずね、これね、このカシャカシャ系は、このカシャカシャ何で言うかというと、中で分離してるわけに油と、ね、成分が分離してるのをカシャカシャにして1個にするんだけど、そういう商品ってどうしても被膜感というか、ね、油感っていうのかな、保湿感にも似てるんだけど、これね、日焼け止め嫌いな人ね分かるんだよね、この油感がね私どうしても嫌いで、ぬるっとした感じっていうか油を待ってる、だから水にはめちゃくちゃ強いんですよ、それすっごい分かるんですよ。なのでその海とか行くときは私はこれを使うので持ってるんです、持ってるんですけど、普段これを使うのはやめてもういいのかなって思う。なんかやっぱりなんかねキシキシする、いろんなことなんだけどキシキシで、かつさっきねこれ石鹸で落ちますっていう言ったんですけど、これもね石鹸で落ちますって書いてあったんですよ、なんか見たら。でもね落ちないと思う、油使ってるし、やっぱりこういうのってしっかりしたもうしっかりしたスクレンジをしなきゃいけないんですよ。本当は私もあんまりしなかったりするんですけど、で残留するとそれが酸化して肌にめちゃくちゃ悪いっていうんで、ベスカさんが石鹸で落ちるクソをしてたんで、これもちょっとそれがちょっと気になるので、普段使いにはちょっとおすすめできないなと思ってます。これはただいい商品ではあるので、あのプールとかね海とか来たら私もこれを使ってます。次にこれ結構使ったことある人多いんじゃないかな、スキンアクアトーンアップ UVS です。これね実はね私もねもう1個は使い切って使ってましたずっと、なんですが、まあ、これのね、まあ、これの良さである、良さなんですよこれは、良さなんですけど、あるこのトーンアップがなんかね、トーンアップ製品って私ねあんまり好きじゃなくて、っていうのも今ね綺麗に塗るなんか色ってるのに綺麗に塗るんだけど、ちょっと時間が経つとムラになったり、乾燥してる肌にのせるとすごい白浮きしたりするんですよね。でなんか時間経ってパッて見た時にうわムラみたいなっていうのはちょっと気になって、でそういう時から私これはねやめてるんですよ。トーンアップしたい人今ね多いですからね、こういうのトーンアップしたい人にはいいのかもしれないんだけど、私的にはやるんだったらボディクリームを塗った後に塗るとか、なんかそのカサカサの上にまず塗らない方がいいなって思うし、あと結構しっかりめに伸ばさないとなんかこの辺にムラが出たりとか、なんかちょっとなんか白く残ったりとかしてるなって思うことが結構多くて、なのでこれマジで使った上でこっちもこっちもね、あの
本当に使ってなくて嫌いじゃなくて、マジで使った上でやめた製品です。これはストーンアップの感じも今他のやつよりは良かったんですよ、実際。なので私1本使ってる、まあ、ちょっとそのやっぱトーンアップ製品あんまり好きじゃないかなっていう風になったものでした。はい、でなんかやっぱり今ねちょっとお伝えした通り、こっちって何がいいって、結構やっぱ石鹸で落ちるとか肌にやっぱ悪くないってすごい大事だなって思ってて、もう本当にあの日焼け止めってね、本当は冬も塗らなきゃいけないものだし、まあ、体に常にこう塗っておかなきゃいけないし、今の日もってすごいんで、まあ、この夏絶対毎日毎日絶対塗ってほしいんですよ。なんですけど毎日塗るには塗りたいものしか無理だと思うんですよね。私も結構そうで、こう塗って気持ち悪いって、今もうこれ塗ったんでここすごい気持ち悪いんですけど、これ嫌なんですよ。なんかなので一番ボディクリームとかに近くて、なんか本当に水分量とかが上がるものを今回紹介してます。やっぱちょっと金額差がすごくあるのであれなんですけど、でも本当に全部めちゃくちゃいいものなので、皆さんもし悩んでる方いたらぜひ買ってください。絶対失敗しないと思います。でまたねこっちの脳の部分でも、悪い商品じゃないです、使ってるんですけど悪くないですって人も絶対いると思うんですけど、もう本当に私の主観で、私の的にはそれがダメでしたっていうことでお伝えしてます。はい、これからね夏なのでぜひいろいろと、こういう UV ケア頑張っていきましょう。はい、こちらのチャンネルではこんな風に商品の紹介だったりとか、いろいろコスプレメイクとか、いろんな面白いメイクとか、いろんな紹介をしています。興味のある方はグッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。